始まりました。少量チャンネル。今回はね、ちょっと場所がいつもと違うと思うんですけれども、今日はゲストに、久しぶりにゲストに来ていただいております。では、呼びたいと思います。では、お願いします。井上さんと、お友達のケイちゃんでーす。ようこそ。井上さんはね、2度目の出演。はい、で、2度目まして。ケイちゃんは初めてなんですけど、あと披露宴ね、うちらが披露宴した時に、井上さんとケイちゃんで幹事をしてくれて、あの披露宴の動画も一緒に撮ってもらった。で、今日は、ね、いつも仲良く飲んでるお友達でーす。はい、今日はね、ロシアン佐藤さんっていう大食いの、方が YouTuber でいらっしゃるんですけれども、なんかもう、その動画の中で紹介していただいたホットプレートを使ったパスタをみんなで作って食べましたという回ですね。はい。これから作るんですけど、ね、どうなるかな？きっと成功するでしょう。ね。で、井上さんのね、近況報告、情報も、入れたいと思います。こうご期待だよね。はい。なので、とりあえず、じゃあ作っていきますか。作っていきましょう。はい。はい。イェーイはい、もう撮ってるので。もう撮ってる？はい。そしたら、作っていきたいと思います。イェーイ。まずバター。わお。すごい。焦げ取る。大丈夫かな？これ変えていい？いい、もちろん。ベーコン。あ、大丈夫。オッケー。うん。ベーコン多め。わあ、いい香り。うん、すごくいい香り。どっち？玉ねぎ？しめじと玉ねぎを入れようかな。うん。全部入れたらちょっと多いかな。入れちゃう？しんなりするもんね、きっとね。で、次はしめじを入れます。はい。いや、結構な量になりそう。なるね。うん。すごい。キャベツも入れようかな。キャベツ入れまーす。はい。キャベツがちょっと甘みが出て美味しそうね。春キャベなんだ。春キャベ。これくらいにしとこうかな。あれ、どっかで蒸してたんだっけ？この後蓋する。蓋をして蒸し焼きにします。蒸し焼きにします。やりたがり感じ。手だけ。もうなんかちょっと水分出てきたよ。野菜の水分でさ、キャベツとかね、だいぶしなってきたね。そしたら真ん中開けて。あっさ。わあ。投入していきます。これ500入れたら、1、2、3、4。あれな気がする。多いかな。おお。なんかね、煮ない気がする。煮えないか。水分が足りないかもね。そしたら、もう蓋すると。いやもうね、蓋しない。ここで、あ、全部蓋しないで仕上げる。
旦蓋します。はい、ピンってなっちゃった。わーすごい、しんなりしてきた。いいね、おいしそう、おいしそう。あ、どうかな、あっ、多分ね、そうでしょ、割と大丈夫、大丈夫、今のファーストタッチがめっちゃ大丈夫、大丈夫。いや、でも意外とパスタってしょっぱい方がね、それこそ塩で茹でるもんね。結構入れるから全然大丈夫だと思う。結構濃くするもんね、うんうんうん、で、うん、チーズ入れようかな。で、最後に粉チーズ入れまーす。はい、おいしそう。結構多めに、うん、美味しそう。いいね、いいね、美味しそうだね。おむすびは盛り付けた後、うん、もうそのままかけちゃう。おい、おい、粉チーズからのパセリ。うい、おいしそう、おいしそう、うん、おいしそう。では完成しました。イエーイ、イエーイ。さあ完成しました。美味しそう。美味しそう。早く食べないと伸びちゃうから。早速食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。で、どうなの、舞台終わったけど井上さんどうでした？寂しい。寂しいよね、終わってね。うん、でもまたそうだよ、うん、なんか今年の9月に今度は東京の公演が決まったんだよね。そう、明太ピリリ博多座、福岡の博多座で、うん、3月30日から4月21日までやらせていただいて、うん、でも先週は終わってもうすぐ帰ってきたんですけど、うん、まあ、ちょっと今はピリリロスで、うん、ピリリロス寂しいです。9月にまた東京明治座でも9月22日から1週間くらいですけど、うん、楽しみ、来ていただくので、もうみんな来てください。はい、行きます。行く、行く、絶対行く。もちろん行きます、うん、なんで、あの、僕たちも行くので、もし、あの、ね、シリファムさんたちも行くっていう方がいたら、僕たちにも会えるかもしれない。楽しい舞台を見て、こちらにもあって声をかけてくださって、はい、あの、絶対見に行くので、うちらも、うん、ありがとう、うん、ね、まあでも今回はちょっと作り方もパーティー料理だから、うん、これは乗っけてるので、乗っけてる、あの、参考にしていただければと思います、うん。というわけで完食しました。美味しかったね。美味しかった、美味しかった。なんかめちゃめちゃ簡単だったし、美味しいし、これ絶対おすすめ、うん、やってみてください、本当に。フライパンとか鍋とかいっぱいそういうの必要ないからね、使わなくていいしね、うん、あとこれ洗うだけだもんね、うんうん、最後ね、美味しかった、美味しかったです。お腹いっぱいだし、お腹いっぱい、お腹いっぱい、幸せ。ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、うん。というわけで、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッターもお願いします。ではまた、今回のゲストは井上よしこさんとけいちゃんでした。バイバーイ、ありがとう。